今なおここに生き続ける。私は南山フローマツ。大地からは水穀の木を受け、銀の木を補います。天からは月日の光を浴び、陽の木を補います。そしてこの陰と陽の木が体内で調和し、やがて大自然とも調和し始めます。自然と一体となり調和を求めると、何の恐れも抱かないでしょう。足元には草木が花を咲かせ、枝葉には小鳥たちがやってきます。なんと美しい光景でしょうか。どんな困難が待ち受けようとも、心穏やかにその苦境を乗り越え、私は天寿を全うするでしょう。幾千の時を経て苦境を乗り越えてきた美しき南山フローマツのように、もうしばらく入声を続けてください。木がどんどん丹田に集まってきます。リラックスして気を集めていきます。はい、それでは最後のあんまこを行います。まず手を温めて顔を9回あんまします。こすります。1回、強くこする必要はありません。優しく気を流すようにこすってください。3回4回5回、顎の頬を伝うように降りてみていいですね。はい、7回8回9回。はい、次は耳を上から順番にあんましていきます。1回9回です。これも上がっていると言われます。耳をしっかり甘すことで内臓を元気にすることができます。6回、はい、8回ですね。はい、9回。はい、次は大地を右手で9回にします。1、2、3、4、5、6、7、8。次は左手で9回。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、しっかりもう一度手を温めてから腎臓を最後6回こすります。しっかり温めてください。4、5、6。はい、それでは終わりです。これで椅子に座って最低10分間はお話ししないで休んでください。10分後はトイレ行ったり水分補給してもいいです。10分だけはじっと座ってください。必ず丹田に集めた気が全身に戻ってきます。60兆個の細胞がきれいに通ります。そのイメージを感じてみてください。はい、休憩して。